今日の都内は春を飛び越え一気に初夏のような陽気に。午後2時です。現在気温計は26度を指していて、ジャケットを羽織っていると少し汗ばむ、そんな陽気となっています。府中市にある公園ではポカポカ陽気に子どもたちがたまらず池に入り無邪気にはしゃぎます。公園事務所によると昨日までは水遊びをする子どもはいませんでしたが、今日は午前中から公園の池に多くの親子連れが詰めかけにぎわったということです。今日はみんな暑い中水遊びしてどうだった？楽しい。初夏の陽気を感じたのは子供だけではありません。今日は暖かくてすごい気持ちいいですね。朝ちょっと寒かったんですけど、暖かくなるって聞いたから、もう子供たちも半袖持たせて、それで遊ぶ来てちょうどよかったですね。今 T シャツ1枚ですけど、実感としてはどうですか？もうちょっと風強いですけど、ちょうどいいぐらいですよね、これでも。今日の最高気温は、都心は22度5分と、今年最高には届かなかったものの、都内のその他の地域では、青梅で24度4分、練馬で24度、八王子で23度9分などと軒並み今年最高を記録しました。朝の東京駅前では昨日までとは打って変わり、通勤のサラリーマンや OL らの服装も春の装いへと変化が見られました。普段よりもちょっと薄着できたんですけど、それでもちょっと暑いぐらいですかね。もう一枚脱いでもいいかなみたいな感じです。やっぱり日が出てると暖かいなっていう感じですかね。コートなくてもいいかなって出てきてから思いました。気温が一気に上がり、早くもこの食べ物が人気に。こちら台東区谷中にあるかき氷店では行列ができています。今日はなんでかき氷を食べに来たんですか？かき氷好きなんだよね。かき氷食べに来ました。春なんで桜を見ながらね。この時期としては暑いんで食べてみたいなと思いました。こんなに暖かくなると思ってなかったんで、この日はちょっと来れそうだったんで来た感じですね。こちらのかき氷専門店では午前中から多くの人が訪れ、昨日に比べておよそ2倍の人が来店しているということです。待ちに待ったかき氷を食べたお客さんは、さっぱりしてて美味しい。ようやく気温も上がり、店主も期待を寄せています。そうですね、気温上がってね、すごい皆さんお客さんいっぱい来てくれて、出だし上々です。今年も都内はこの週末各地で20度前後まで気温が上がる見込みで、春らしい陽気となりそうです。